ギラン、漆黒の翼を得た今、ヨハネが恐れるものは何もないわ。素敵なブーケが用意できてよかったわね。リコちゃんもきっと喜ぶと思うわ。でも、リコちゃんって黒い百合が似合う感じだったかしら。クックック、リリーは古の盟約を交わしたしもべなのよ。リトルデーモンリリーが喜ばないわけないじゃない。しもべ？よくわからないけど、二人は仲がいいのね。まだちょっと時間はあるけど、早めに会場に向かいましょうか。会場の地図はヨシコちゃんが持ってるのよね。持ってる、持ってるけど、こんな複雑な魔と東京の地図、ヨハネには読み解けないの。地図を見せてくれる？ほんと駅からずいぶん遠そうね。私も地図を読むのは苦手なのよね。逆方向に行っちゃったりするし。カリンの力をもってしても魔と東京は攻略不可能なの？どうしよう、ヨハネたち、このままじゃ会場にたどり着けないわ。ヨハネはこのまま魔との荒波に飲み込まれて沈んじゃうだわ。ブクブク。先輩なんだし、ヨシコちゃんが不安にならないように私が先導してあげなくちゃ。ヨシコちゃん、私に任せなさい。心配いらないわ、私たちは絶対会場にたどり着けるから。わあ、さすがカリン。漆黒の翼を得た私たちなら魔と東京だって乗り越えられるのね。大船に乗ったつもりで私についていらっしゃい。こっちに会場があるのね、カリン。違ったみたい。一本隣の道だったのかもしれないわ。そうなのね。じゃあさっきの交差点に戻りましょう。店内に会場があるわけじゃないわよね。おかしいわね。あ、わかった。この地図、上下が逆だったんじゃない？なるほど。こっちが北だとしたら、歩いてきた道を遡ったらいいのね。ヨハネに解けない謎はない。嘘でしょ。都心にこんなオアシスがあったのね。すごいわ。へえ、かわいいアルパカね。ヨハネのリトルデーモンにしてあげてもいいわよ。じゃなくて、会場に向かって歩いてるのに全然会場に着かないじゃない。困ったわ。発表会までに間に合うといいのだけど。